私の名前は田中よしこ。夫のしげるとは30の時に結婚した。学生の時から付き合ってはいたんだけど、なんとなく私が30歳になるまでタイミングを逃していて、それから2年経ったけど特に何事もなく暮らしている。面倒なことといったらやはり義実家にお盆や年末年始顔を出さなければいけないことだろう。みんな一緒だよね、そういうのは。なあ、今年は29日には行こうか。そんな早く？31日でいいんじゃない？夫は実家、地元大好きなよくあるタイプの男の人だった。義実家、田舎で駅からも車を出してもらわなければならないほど遠いんだよな。一旦行ったら私一人ではどこにも出かけられなくなってしまう。周りにはコンビニもないし、しかも夫は私を義実家に残して平気で出かけてしまう。私にとっては全くメリットのないお出かけになるが、仕方なく夫に従い、その年は29日には義実家入りすることになった。何が一番嫌って、食事などの手伝いをずっとしなければならないということ。ちょっと里芋剥くの手伝って。あ、はい。嫁に来たから当たり前、仕方ないとは思っていたけれど、そう思ってはいない人がいる。それは義弟夫婦だった。義弟夫婦は去年結婚したばかり。りょうくんにお嫁さんのみつきさん。ただいま。こんばんは。私たちより遅れに遅れ31日にこちらに来た。それまでに私はもうヘトヘトになっていた。なんせ朝4時に起こされて農作業の手伝い、それから朝食の準備、掃除に洗濯。言わずもがな男衆は何もせずテレビを見ているだけだ。おまけに、おいお茶どうか。毎回義父が命令してくるし、こりゃ嫁なんかじゃなくて奴隷だよ。夫は何も言わないし、早く帰りたいといつも思っている。そんな私を見ても美月さんはニコニコ挨拶をして終わるだけ。初めて来たお盆から美月さんはこんな感じらしい。美月さんは一切手伝わない。親戚の男衆に混じって談笑しているだけ。しわ寄せが来るのはいつも私だ。何なのかね、あの嫁は。手伝いもしないで。そうですね。美月さんへのイライラをぶつけられ、ますます帰りたくなる。ほんと、なんで美月さんはお手伝いをしてくれないんだろう。料理とかを運んでくれるだけでもありがたいのに。小言なんて言ったら姑と一緒になってしまう。そうはなりたくなかったので、私は黙って黙々と手伝いをしていた。しかし、酔った夫がとんでもないことを言い出した。みつきちゃんさ、なんでずっと座ってんの？うちの嫁みたいにそう、手伝いとかしようとかさ、何も思わないの？ちょっと、いくらなんでもストレートすぎるでしょ。慌てて止めようとしたものの、みつきさんはにっこり笑ってこう返してきた。思ってますよ。なんで姉さんは働いてるのに兄さんは働かないのかなって。え？ゴロゴロしててほんとおかしい。固まる夫。私も義母をびっくりしてしまった。いやだって嫁だし。そんなの今時関係ないですよ。そうだ、兄さん、姉さんのご実家でお手伝いしてるんですか？してない。私は自分の実家では働いてますよ。りょうくんも一緒に手伝ってくれますし。でもここじゃりょうくんは何もしないから、私も何もしないようにしてるんです。いやでもさ、夫の実家に来たら。私はりょうくんの妻ですから。お互い働いていますし、きちんと家では家事分担してますよ。っていうか兄さん、自分は飲んで食べてゴロゴロして地元のお友達と遊びに行ったり。姉さんはご実家ではそんなことしてないですよね。目から鱗だった。確かに私の実家に行ったとしても、私と家族は夫というお客さんをおもてなしするためにあれこれして、結局私は実家に行っても休めていなかった。こんなことをズバッと言った美月さんに私は衝撃を受けた。私はどこかで嫁だからとか、こうやって手伝うのは当然とか、そんな風に思ってたんだ。私の方が古い考えを持ったままだったのね。横の義母を見れば鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていた。りょうくんだけが笑っている。だよな、ほんと兄貴おかしいよ。バカだよな。お前、俺は美月の実家では手伝うようにしてるよ。でもうちじゃ
俺が台所に立ったら怒られるから、だから美月にも立たないでいいよって言ってる。確かにお母さんは男の人が台所に立つのは良しとしない人だ、女がやることだって。自分がやらないから相手もやらなくていいなんて発想、うちの夫婦にはなかったな。家の仕事は女の仕事だとずっと思ってたけど、共働きでこれは確かに不平等だ。何もしないと思っていた息子がまさか嫁の実家ではお手伝いをしているなんて、義母はショックを受けたに違いない。あんた嫁の実家でそんなことしてるの？そんなことって今じゃ普通でしょ。むしろさ、なんで兄貴は何もしないの？俺たちからすれば姉さんだけ働かせてるのがおかしく見えるよ。なんだよそれ、女には女の仕事があるだろ。兄ちゃんち共働きでしょ、まさか働いてる姉さんに家事を全部押し付けてるとかないよね。兄ちゃんなら平気でやらせてそうで怖いんだけど。うん、平気でやらせてます。義弟夫婦の価値観を聞いてなんだか呪いが解けたような気がした。本当その通りだわ。私は台所から出て夫たちのそばに座った。私もこれからあなたが動かない限り何もしないことにする。それがいいですよ。おい何言ってるの。私がバカだったんだわ。嫁だからってやらなきゃいけないって思ってたね。これからやらなくてもいいわよね。夫に詰め寄るもタジタジになっているだけ。義母や義父がいるせいもあるだろう。でもここではっきりさせておかないとこれがずっと続いてしまう。そして義両親に逆らえないということは私の味方ではないということの証明だ。でも嫁ってそういうもんじゃないの？旦那の実家に入ったら従う的な。そうよ、嫁に入ったら義理の両親を本物の両親のように。めちゃくちゃ古い。古いの言葉に義母も義父も顔を真っ赤にしていた。なんだと？私の両親はお客さんに手伝わせたりしませんよ。たとえお客さんが自分の家のようにふんぞり返ってても不愉快にさせるようなことは言いません。ここまで言ってるのにいつまでも煮え切らない夫に呆れ、私は帰る準備を始めた。おい勝手に帰るなよ。私の実家に行くわ。お正月だからってこちらにばっかり行く必要もなかったのよね。おい勝手なことするなよ。勝手なことをしてるのはいつもあなたじゃない。ゴロゴロして飲み食いして友達と遊びに行って。私も実家に帰ってそうするから、お互い自由にしましょう。ここでごめんでも言ってくれれば違ったのかもしれない。だけど生まれた時から教えられた考えや環境はそう簡単には変えられないみたいだった。俺たちももう行こうか。美月の家にも挨拶行きたいし。そうだね、おいとましよっか。待ちなさいよ。じゃあまた盆に来るかも。お邪魔しました。私とりょうくん、美月さんはそのまま義実家を出て行くことにした。姉さん、よかったら駅まで乗って行きますか。途中で一緒にお昼ご飯食べれればいいんですけど、空いてるお店あるかな。りょうくんが乗ってきた車で駅まで乗せてもらい、無事義実家から脱出。残念ながら夫が追いかけてくることはなかった。それからすぐ実家に帰ったら両親は驚いていたが、心よく迎えてくれた。久々にお正月をゆっくりできて大満足。本当今までどうしてこうしなかったんだろう。義母からは何度か留守電が入っていた。嫁としての自覚が足らない、早く戻ってこい、姑に逆らうのだってさ。夫もそんな姑にせつかれてるのか、本当に戻ってこないのか、今なら間に合うけどなんて LINE を打ってきたのでがっかりしてしまった。結局私より自分の両親なのね。お正月が終わり、戻ってきた夫と私、改めて話し合うことにした。これからは私、義実家のお手伝いとかはあなたがしないとやらないことにしたから。いやでもそれは、あなたが優先すべきはこっち、私たちの家庭じゃないの。私は都合のいいお手伝いさんじゃないんだよ。もし娘がこれからできて嫁ぎ先で私と同じことされてたらどう思うわけ。娘も同じように働けって言うなら、子供に対する方針が違うからすり合わせしないといけないわね。ハッとする夫、ここまで言われないと理解できなかったか。それから少しずつではあるものの、夫は義実家と距離を置いてくれるようになった。
義母はまだギャンギャン言っているようだ。よしこさんに早く私に謝るように言いなさい。なんでだよ。むしろ母さんがよしこに謝るべきだよ。俺もバカだった。これからはよしこを大切にしたいから、あまり連絡してこないでくれ。正月も盆もこれからは二人で過ごすよ。まさか息子に突き放されるとは思ってもいなかったようだ。聞くところによると、りょうくんからも同じようなことを言われていたらしい。美月さんのように最初からはっきり言えなかった私も悪いのだけれど、夫が考えを改めてくれて本当によかった。ぎこちないけれど、最近は家事も少しずつ覚えてくれている。洗濯これでいいかな。うん、大丈夫よ。ありがとう。二人の時間も増えた気がするしね。これも一時的なものかもしれないけど、これからはきちんと自分ではっきり言わないとね。嫁だからとか、そういうのにもとらわれないようにしないと。そう決心した出来事だった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。